トマス・フィリップスによるホームの肖像が、サー・エバラード・ホーム順断者は、イギリスの医師、解剖学者である、王立協会フェロー。軍医であった、下界、ロバート・ホームの息子として生まれ、少年時代にウェストミンスタースクールで学んだ。1772年、16歳の時に、ケンブリッジ大学への進学を諦め、義兄ジョン・ハンターの弟子として、ハンター家に同居した。 1773年にハンターの一番弟子であったエドワード・ジェンナーが同家を去るとその後は生涯ハンターの解剖助手を務めるようになる。1776年の秋にはハンターの収蔵品について部分的な目録を作成している。1778年に22歳でハンター家での修行を終えると下界会館の認定を得てプリマスの海軍病院に 下級下界として赴任した。ジャマイカの病院で、上級下界となった後、1784年に、イギリスに帰国し、ハンターの助手を務める。1787年に、王立協会フェローとなる。1792年、成城寺病院の下級下界の職につき、1793年に、ハンターが死ぬとあいた、上近下界の地位を得た。1八百七年に、 王立教会からコプリメダルを授与。1808年には、ジョージ三世の下界となる。1813年に、サザンプトン郡、ウェルマナーの順弾尺に助せられた。1814年に、王立協会の副会長となり、1822年に、下界組合の後ろ身である、王立下界司会の初代会長となった。1832年、アルコールを原因とする病気で死亡した。 ハンターの死後、ホームは遺産の管理をしていたウィリアム・クリフトにハンターの残した研究資料一切を要求した。ホームがハンターの研究を登用したであろう可能性は高い。その証拠を隠すためにハンターの資料を焼き捨てている。1812年にジョセフ・アニングとメアリー・アニング兄弟の発見した化石についてホームは記述を残した最初の人物であった。 魚類との類似性を初めて指摘している。カモノハシの解剖についても最も早く研究を行い、カモノハシが体制ではなく卵体制であることを発表した。人間と動物の解剖について多数の著作を発表し、1793年から1829年にかけてしばしば王立協会のクルーニアン講義の講師を務めた。ウェンディム・ユーアチョ、解剖医。 ジョン・ハンターの数奇な生涯、矢野町子役、川で処方審者、2007年、ISBN 978から43億920万4765。ありがとうございます。